くるくるクルーズ、クルーズナビゲーターのキツコです。シホです。はい、今日はですね、珍しく静岡市にやってきました。じゃじゃーん、見てほら、知ってる、タミヤさん、タミヤの携帯の本社にやってきました。こちらではですね、プラモデルとか、あとミニ四駆とかかな、私たちもあまりね、そうそう、男の子が好きそうな、まあ今回は K プロデューサーの本当に独断で今日ここに決めさせていただきますけど、うちは全然わかんないもんね。はい、あの一体どんなことがあるのか、わからないですけれども、あの早速中に入ってみたいと思いますが、ちょっとここでね、ご紹介してくださいね。リンキンパークのニューアルバムが5月に発売になりました。ミニッツミッツナイト、これ来月またあのじっくりとご紹介したいと思います。いいよいいよ。とりあえず今日はジャケットだけなんで怖いの、こんな番組なの。はい、じゃあ早速あのサミヤさんの中に入ってみたいと思います。ね、はい、意味のないようにいただきます。タミヤ模型さんの本社に来ました。紹介します。何だっけ、広報宣伝、三友さんです。よろしくお願いします。こんにちは、三友です。広報宣伝家です。はい、今日ですね、ミッチーこと三友さんに、タミヤ模型さんの、本社さんのね、中を紹介してもらおうと思います。それでは早速紹介してもらいます。よろしくお願いします。はい、2階のショールームにやってきましたけれども、はい、なんでこの本物の車たちがあるんですか。これはですね、まあ、プラモデルを作る際に、はい、参考にしたいですね、まあ、プラモデルを作った後に、いただいたりしても資料的なものです。こんな大きいの車でを見て作るんですか。本物がないと。そうですね。それでそれを買うってことですか。まあ買ったり、まあいただいたり、いろいろありますけど、ね。高い車じゃすごい困る。大変だね。そうですね。ポルシェとかね、もらったんだけど、あれも買う？ポルシェ。ポルシェはね、買いました。30年ほど前のポルシェなんですけども、ちょうどその時にポルシェの、スケールモデル、プラモデル作りたくて、で、おそらくわからない部分があったので。買いました。ショップもね、ありますので、はいはい、後で私も買って帰ります。恐竜のね、プラモデルが欲しいんですよ。なんでヤマト買った方がいいよ。ちょっと今迷ってる。旋回ヤマト。お父さんに船買った。ヤマトはお父さん。お父さんにヤマト買って、私も恐竜。ブルーズのキャラ全部飛んでっちゃうじゃないですか。私じゃ消しゴム鉛筆買ってしまう。あんまちょっともう。よくわからない。わかんないの。でもね、ショップね、ちょっと、個人的に見に行くみたいので、で、今日実はもう一つ、このショールームとは別でサーキットがあるということで、今日サーキットに場所を移してですね、私たちも体験したいと思いますので、調べてもらいました。楽しみ。そうですね、これから、まあ、お二人にできることかわかんないですけど、RC サーキットを楽しみにしてください。楽しみ。じゃあサーキットに行ってきます。行ってきます。はい、今からいろいろと三つ子さんに教えていただいて、サーキットで遊んでこようと思います。はい、私たち本当ド素人なんですけれども、全然わかんない、全然わかんないんですけれども ね、まず私たちが今いる場所は、まあ、そう、こちらは、まあ、オンロード、平らな面ですね、はい、普通の車が走る。で、反対側に、ね、オフロードというデコモコ道が、まあ、キャンプとか、はい、はい、じゃあの操作方法の説明をしていただきたいと思います。はい、今日はどの車が走ってますか。この4台ともね、走れます。すごいです。私もこれがいいと思った。私絶対これがいいです。私いいです。わがままですけど、じゃあこれはこれで可愛い。そうですね、目立つしね。これで頑張ろうと思います。私はこれで頑張ろう。分かった。もうそんなことどうでもいいから早く説明してもらわないと。そうよ。そうね、お願いします。はい、説明、これがね、はい、プロポーズといって、車をね、コントロールする、まあ、リモコンですね。まあ、見ていただくと、このハンドルの形です。はい、これで動かすの。そうだよ、リモコンだよ。なんだ、私これ、ウィーミーみたいな。ああ、確かにね、こういうね、古いね、昭和みたいな。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 
はい、教えてもらおうか。はい、これが右に曲がると右に、左に、角角角で、この、車の出るんですか？出ないですけど、これをスッて握ると車がビュンみたいな、あ、アクセルなんだ、アクセル、で、これで逆にこう、あ、はい、え、こっちがこんなとこでついてない、え、こっちがアクセルで、こっちがブレーキ、まあ簡単にはそんな、あ、私アクセルブレーキね、高くない？これ、あせーの、 See you.